明治32年の今日、東京に初めてビアホールができましたね。今では方々にあって、老いも若きも、それに女性だってキュッと一杯。お、やってますね。さて、当時のビールのお値段は、一杯が10銭。今のお金にすると約400円ぐらいですかね。まあ、珍しいもんだから人気は上々で、開店早々すぐに売り切れになったそうです。これがその頃のビール工場。ドイツ式の製造法を取り入れて、じゃんじゃん作ったそうです。ビール会社がどんどんできる。さあそうなると、宣伝おさおさ怠りなくってんで、こんなポスターもできましたね。ほら、ご覧なさい。綺麗どころが動員されてましたね。生ビール、息の長さで飲むうまさ。ビールってのは喉で味わうもんですってね。でもなんとかかんとか理屈をくっつけちゃ、ビール一本、ジョッキ一杯、なんて言ってますね。ところが一杯が二杯、二杯が三杯。そして飲めば飲むほど味が出るなんて言いますが、誰が一番喜んでいるかというと、本当は国税庁なんです。でもそんなケチなことを言ってないで、皆さん大いにグイッと一杯やりましょうや。いいもんですよ。